ドリームキングダム、キサラギアイリのポレポレタイム。どうも皆さん、こんばんは。始まりました、キサラギアイリのポレポレタイム。この番組はシンガーソングライター、キサラギアイリがゆったりまったり音楽とトークをお届けする番組です。さあ本日いよいよキサラギアイリのポレポレタイム最終回でございます。とっても寂しいですが、最後まで楽しくお届けしたいなと思っておりますので、皆様どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ先日ね、台風すごかったですね。あのこっちも川崎の方も結構すごかったんですかね。私あの千葉県民なんで、ものすごい本当に2時ぐらいから6時ぐらいまでずっと寝れずに、ひたすらあのテレビの台風情報をずっと見ながら過ごしていたんですが、日曜日に来たんですかね、あれ日曜日、月曜日の朝方か。もうそれから金曜日まで経っていますが、まだまだライフラインがね、普通の地域が多数あって、すごくね心配だなと思っておりますが、今日はねちょっと涼しい気候になったので、そこだけでも少し一安心だなと思っておりますが、なんか雷もその後すごい多くて、で私3日間ぐらい、あの普段ねあの駅まで原付乗ってるんですけど、3日間ぐらいあの原付に乗ってなくて、今日久しぶりに原付乗ろうと思って、メットのね被ろうと思って、あのシートの下のメット入ってるところ開けて、メット被ろうとしたらビシャーって水が出てきて、うわーってなって、でもあの残念ながらヘルメット1個しか持ってないので、そのびちょびちょに濡れたヘルメットを一生懸命振り回して、もうしょうがないそれを被ってやってきたんですけど、すんごいねもうね半乾き臭がね頭から離れなくなっちゃって、すごい、うわこんなところに蓋がちゃんと閉まってなかったのかな、で風で開いて入ったのか分かんないけど、なんでこんなに濡れてるのと思いながら、今日やってきましたが、まあそんなこんなでね、どうでもいい話をしながらも、今日は、最後ですが、そもそもねキサラギアイリーこのラジオをやる際に、来年の川崎クラブチッタへの道のりということで、プチテーマを設けておりまして、なのでね最終回の今日はその、来年2月16日に行われるクラブチッタワンマンライブへの思いなどをメインにお話ししていきたいなと思います。そしてですね、今日のテーマは、今日でねこのポレポレタイムは最終回なんですけれども、そうやって最終回だなって思った時、果たして1年後私何してんのかな、いろんなことを想像してみました。なんか昔ってもうちょっとね若い頃って1年後がどうなってるかってあんまり考えたことなかったんですよ。なんか基本5年10年っていう大きなスパンで物事を考えてたんですけど、もうさこの年になってくると1年1年めちゃくちゃあっという間で、なんか気抜いてたら一瞬で1年終わっちゃうんじゃないかと思って、だから1年ずつ自分の描きたい未来をちゃんと描いていくって大事だなぁなんて思って、今日のねテーマは1年後のあなたへということにさせていただきました。1年後の自分自身に向けてでも、そして1年後のキサラギアイリに向けてでも、1年後の世の中に向けてでも何でも結構です。あなたの思う1年後を描いてメッセージくださいということで、生放送中はですねツイッターでハッシュタグつけていただいて、全部ひらがなキサラジオからも、メッセージを募集しておりますので、ぜひお待ちしております。そんなわけでね早速1曲聴いていただこうかなと思います。インターバルという曲をお届けします。この曲はね、一つの物事を終えたらまたそこから新たなスタートが待っている、そんな思いで作った曲です。それでは聴いてください。インターバル。汗をかきながら握りしめた想いは繋がってゆく大きな空へ、次の走者は未来の僕だ。
お届けいたしましたのは、きさらぎあいりでインターバルでした。ありがとうございます。さあ、そんなわけでここからはね、早速もう最終回なんでね、いっぱい紹介していきたいなと思っております。皆様からのメッセージご紹介してまいります。ラジオネームおーちゃんさんからいただきました。あいりさん、ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらってます。本日は十五夜、中秋の名月、そして月の歌声を持つシンガーソングライター、きさらぎあいりさんのポレポレタイム最終回。月の女神様が運命の糸で結んでくれたような日ですね。あいにくの天気で月が見えないかもですが、まあそこも含めてあいりさんですかね。さて、お題の1年後ですが、秋の夜長、のんびりと好きな歌でも聴きながら過去と未来に思いを馳せていたいものです。1年後、あいりさんはどんな歌を歌っていますか？お月様のお導きがありますようにというメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ皆さん、去年確か中秋の名月って話をした時に9月じゃないっていう事件があったんですけど、今年は普通に9月だったね。今日が13日の金曜日だねって言っても、あんまりジェイソンのこと知らないけどねえ。で、満月ですけれどもね、月の歌声を持つシンガーソングライターと自称していますが、本当にね、今日でもなんかね、木原さんがもしかしたら見れるかもって言ってたんで、私は最後まで希望を忘れずに、帰りにお団子でも買って帰ろうかなと思っておりますが、なんかね、まあこの1年というよりもこの 2,3 年かな、やっぱりすごく自分自身、その年その年によって自分で作る曲がだいぶ変わってきていて、今年もね、今新しい曲とかも作ってるんですけど、なんかよりほっこりするような曲をなんかいっぱい書いてるなって自分で思っていて、なんかね、昔はバラードばっかり歌ってたんですけど、最近作る曲なんか基本ちょっとこう横揺れしたくなるような曲が多くて、なんか年齢とともにだんだんそういったなんかね、こうほっこりと楽しめる音楽が好きになっているのか、自分が求めているのかわからないけど、すごく自分自身でそういうものを感じていて、なんかね、今作ってる曲もちょっとなんか恋愛ソングっぽいものを作っていたりとか、本当に1年前の自分とは考えられないような曲を今年は作ってるなーなんて思いながら、だから1年後さ、自分がどんな曲作ってるかって自分でも全然想像がつかなくて、割とやっぱり日々の出来事に左右されやすいというか、やっぱりシンガーソングライターってね、そういうものかなと思うんですけど、自分の心の赴くままに、これからも曲を作って歌詞を書いていけたらいいななんて思っています。なんでね、1年後どんな曲が歌われてるか、皆さんも楽しみにしていただけたらなと思います。もう一つご紹介したいなと思います。ラジオネーム埼玉のマッサンさんからいただきました。ありがとうございます。半年間の番組とっても楽しかったです。テーマ、1年後のあなたへ。ちょうど1年後は東京オリンピック・パラリンピックも閉会して、日本中がスポーツの熱い感動に染まっている時だと思います。あいりさんの上向き心をオリンピック・パラリンピックの余韻の中で聞いていることでしょう。そして世界各地から観客や選手の皆さんが日本を訪れることにより、日本が国際都市としてグローバルな視点で物事を見れるようになっていると思います。オリンピック・パラリンピックをきっかけとして新たな文化が、指導し出すのが来年の今頃かなと思っていて、何十年に一度の変化の年になるのかなと胸を躍らせながら期待をしているところです、というすごい真面目なメッセージいただいてありがとうございます。本当ですよね、来年の今頃というかね、夏からこの秋にかけて、私ね、オリンピック経験したことをこんなに身近で経験することなかったので、どんな風な、もうね、きっとその辺出るところいろんな国の方がいっぱいいて、なんか交流が生まれたりしたら楽しいなと思うんですけど、それと同時にこの間ね、アーティスト友達と喋ってたんですけど、ライブ普通にできんのかなっていう不安もちょっとねあったりして、どうなんだろうね、ライブ
本数はちょっと減るかもしれないですね、その時期。でもなんかね、せっかく、パラスポーツの応援ソング歌ったりしてるので、たくさんたくさん音楽とスポーツも融合できたらいいななんて思っております。そんなわけでね、この後は生歌を歌いたいなと思うんですけど、今日歌わせていただく曲はスペルという曲をお届けします。来年2月16日に、川崎クラブチッタという大きなね、まあ、川崎の皆さんは十分ご存知だと思うんですが、大きなライブハウスでワンマンライブをやらせていただきます。自分にとってすごくまだまだ未知な、だいぶ未知な未来なんですが、そこに向かってね、あんまり不安っていうものが今ないのがちょっと自分で不思議だなと思うんですが、いろんな皆さんもね、これから描いていく未来の中で不安に思うこととか、ちょっと疲れちゃうこととかあると思うんですが、そんな時にね、こういう曲で、あ、大丈夫、いけるいける、そんな風に思ってもらえたら嬉しいなと思って、この曲をお届けいたします。聴いてください。スペル。まだまだ先と思ってから、あと何日まで描き続けていたイメージがある。うまくいかないな、どうしてなんだろう、頭ではわかってるのにな、悔しいな。自信がついてはまた現れる、それでもそれでも年がみついた。大丈夫大丈夫、昨日までの自分が背中を押す。大丈夫大丈夫、呪文みたいに唱えて深呼吸をして、イメージを超えてゆこう。涙の数だけ強くなれるなら、もう遠くに強くなってるはずなのにな。歯を食いしばってこらえてきた分だけ、最高の笑顔になれるでしょう。大丈夫大丈夫、君ならできるってあなたの声がする。大丈夫大丈夫、ここまでたどり着いたんだ、一人きりじゃない、イメージを超えてゆこう。あと少し、もう少し、もがいた日々が輝けるのはこの先だ。
たいに唱えて深呼吸をしてイメージの先へ行こう、イメージを超えて行こう。さらぎあいりでスペル聞いていただきました。ありがとうございます。さてさて、1年後ねどうなってるか、皆さんからメッセージをいただいております。自分の1年後なんかもねいろいろ考えながらお話をしておりますが、1年後のねきさらぎあいりの理想ね、未来予想図の理想はね、もうテレビとかいろんなメディアの中からね聞きたいって求めてない人の耳にもバンバンキサラギアイリの音楽が届けられるようになってるのが理想かなと思っております。毎年毎年いろいろね自分の中で目標を立てて、進んではいますが、それがねもちろん叶う時もあれば叶わない時もまああるのはしょうがないことだなとは思っているんですが、どうせ自分で描ける未来予想図なら大きく理想をね描いていきたいなと思っております。そしてその理想に少しでも近づけるようにまたねこれから進んでいきたいなと思います。その中でね一つの大きな通過点になるのが、先ほどもねお伝えしましたが、2020年2月16日日曜日ね、私キサラギアイリ歌を歌い始めて10周年となります。来年の2月で、その10周年アニバーサリーワンマンライブを、川崎クラブチッタにて開催いたします。夕方からのね開催なので8時ぐらいにはもう、全部終わってるんじゃないかなという予定なので、遠方の皆さんもぜひぜひ来ていただけたら嬉しいなと思うんですが、ほんとねさっきもなんか無謀だなんだって言いましたけど、私ワンマンライブをする時、自分がそのステージに立ってる姿が想像できるというか、その絵がね浮かんでくる会場でやるようにしています。なので、クラブチッタね、このドリームキングダムというね今番組内の中ですが、そのドリームキングダムのイベントで何度も、ステージに立たせていただいて、あこの場所でワンマンライブやったら気持ちいいだろうなって思って、思い切ってこのステージを決めました。今までのワンマンライブ大きい場所でやるとき結構弦が入ったりいろいろね楽器が加わったりしていたんですが、今回は割とシンプルな編成でお届けをしたいなと思っています。まあといってもバンドスタイルは基本にはなるんですけれどもね、なんかいろんな楽器で曲の良さを引き立ててもらうというよりは、この10年間歌ってきた道のりを自分の歌声で表現できたらなと思っておりますので、ぜひねこの6回という短い放送期間ではありましたが、この間でキサラギアイリのことを知ってくださった方もぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。そんなわけでねクラブチッタのお話もしながらもう一つお便りご紹介したいなと思います。ペンネーム書いてないけど言って大丈夫かな、ユーキングさんからいただきました。ありがとうございます。アイリ様、1年後の自分ということですが、自分的にはきっと今と大して変わってないんだろうなと思います。子供の頃は夏休みが永遠のように長く思えていたものですが、大人になると1年2年があっという間に過ぎていくことに驚きます。変わるものはあるけれど、大切なものは大切にして一日一日を有意義に過ごしていきたいですね。僕の大好きな某アーティストの方、これわざわざ書かなくてもいいのに、かっこアイリーさんじゃない方ですって書かれてるんですけど僕の大好きな某アーティストの方の大好きな言葉が、今は一瞬でしかないけど一瞬一瞬が積み重なって永遠になる、だから今を一生懸命生きようみたいなのがあって、すごく素敵だなって思ってます。
僕はこの言葉を今思い出しましたが、1年後の自分もこの言葉をしっかり頭に刻み込んでおいてほしいものです、というお便りいただきました。ありがとうございます。本当にね、あの某アーティスト、私じゃないけど私もすごいこれ思うことで、本当に、毎日ね、明日何が起こるかなんて誰にもわからないし、明日のことをばっかり考えて生きてたら明日が来なかったら何もならないじゃないですか。なんでね、この一瞬一瞬を大事に生きていきたいなと思っておりますが、まあでも本当にね、何が起こるか誰にもわかりません。このクラブチッタがステージに立った時どんな景色になってるか誰にもわからないんですが、一つ言えることは皆さんが来てくれたら私が喜ぶっていうことだけは目に見えてる景色でございますが、なんでね、この短い、6回という放送で如月愛理を聞いてくださった方、知り合ってくださった方、本当にありがとうございます。この一瞬一瞬というものをね、積み重ねながらこれからも音楽を届けていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、番組は終わってしまいますが、如月愛理死んだわけではございませんので、いろんな場所でね、これからも活躍していけるように頑張りたいなと思います。なんかね、最後にスナフキン様という方からいただいたんですが、ちょっとメッセージ全部はご紹介できないんですけれども、このラジオが終わってしまって、もし次にラジオをやる機会があるとしたらどんな番組にしたいですかっていうお便りをいただいたんですけど、もうなんかすごいこう真面目に割と喋ってるつもりだったんですこの6回なんでもっとね、もっとなんかこう夜更けに変なテンションでお酒飲みながらラジオできるような、そういうね、本当に芸能人の方が夜中にくだらないラジオやってるじゃないですか。眠い中聞いててついつい笑っちゃうみたいな、別に芸人目指してるわけじゃないからそれ必要ないんだけど、でもそういう風になんかこうね、日常の中にすごいふーって入ってくるような、ラジオ番組できたらいいなと思っております。なんでもしね、これを聞いてうちで喋ってほしいって方がいたら、すごい川崎 FM さんに失礼ですね、川崎 FM さんでも喋りたいですよもちろん、またねラジオできる機会があったら嬉しいなぁなんて思っております。さあそんなわけで最後の曲をお届けしておりますが、如月愛理川崎で歌うのが、今週末だ、15日に、川崎ストリートミュージックバトルの司会なんてやったことないんだけど、できるか不安なんですが、司会そしてゲストライブやらせていただきますんで、ね、たくさんのアーティストがいろんな思いを込めてこの川崎ストリートミュージックバトルというものにチャレンジをしていると思います。ぜひね、知らないアーティストがたくさんいるかもしれないんですが、そういうアーティストに出会うきっかけでもあると思いますんで、ぜひ皆さん遊びに来て、皆さんが素敵だなと思った音楽に票を入れて、みんなの未来を一歩一つ一つ決めていただけたらなと思っておりますので、ぜひぜひ、お待ちしております。そんなわけで如月愛理のポレポレタイム、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。この後も素敵な日をお過ごしください。如月愛理でした。あ、そうか、写真撮るんだ。